世界でも有数とされる厳しい修行を終えた富士市の住職が仏様や檀家に報告する帰山式が開かれました。厳しい修行に耐え地元に帰ってきたのは富士市にある宝蔵寺の住職白木智京さんです。今日は荒行が終わったことを報告するため同じ修行をした県内の僧侶らと帰山式に臨みました。白木住職らは去年11月1日から今月10日まで千葉県市川市の寺で毎日7回水をかぶり、その他の時間は読経を続け、睡眠時間は3時間足らずという日蓮宗大荒行道を成し遂げました。今日は見事荒行を達成したことを檀家や仏様に報告。住職らは今後自らの寺でさらなる研鑽を積むことになります。